イエス・キリストの教義は本当に神様のもとに帰るための唯一の道です。イエス・キリストの教義は本当に簡単で、私たち一人一人の人生のために準備されました。これは私たちが神様からどのように祝福を受けて、そしてどのように助けを得るか、その方法について私たちに教えてくれる簡潔な真理です。私はイエス・キリストの教義があることに本当に感謝しています。イエス・キリストの教義は私たちが祝福を受けるただ一つの道です。私たちは人生の中で本当にたくさんの試練、また苦難があります。私たちは人生の中で、なぜ今自分がこの問題があるのだろうかとか、自分にこの試練が来るのだろうかと思うことが本当にたくさんあります。そして自分の弱さを見て、それについて落胆してしまったり、あとは自分のその間違いや今までの失敗を考えて悲しい気持ちになったり、先が見えなくなったりすることもあるかもしれません。でも、イエス・キリストの教義は、私たちが人生のどの段階にいても、そしてどのような状況、どのような環境にいても、すべての人に当てはまるものです。イエス・キリストの教義があれば、私たちは私たちの弱さを乗り越えることができます。イエス・キリストの教義があれば、私たちは試練や苦難を乗り越えることができます。なぜなら、イエス・キリストの教義は、私たちが神様の子供であって、私たちがどこから来て、何のためにこの地上にいて、そして将来どのような場所に行くのか、将来どのようなものになるのか教えてくれるからです。私は私たち一人一人が神様の子供であることを証しします。神様は私たちの天のお父様で、私たち一人一人をこの私たちの肉の両親のように、私たち一人の一人のことを本当によくご存知です。私たちの人生をよく知っておられます。そして私たちは本当に経験を積むためにこの地上に来て、いつかイエス・キリストの教義、イエス・キリストの教義にを通して与えられた方法を通して、私たちは神様のもとに戻って、多くの祝福を受けて神様と共にまた住むことができると証しします。イエス・キリストの教義は、イエス・キリストの贖いがあることによって可能であることを証します。そして本当に私たちが人生のどのような状況にあっても、この教義が私たちの生活をより良いものにしてくれることを私は証します。イエス・キリストの御名によってこれらの証しをします。アーメン。